はいそれでは本日は一級建築施工管理技師の学科試験令和2年1時問6番一般構造鉄骨構造について解説をしていきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されておりますのでそちらからもご覧ください今回の問題の答えは4番の答えとなります鉄骨構造に関する記述として最も適当なものはどれか 1. 針の材質を SN400A から SN400B に変えても部材断面のと荷重条件が同一ならば針のたわみは同一である こちらの問題は正解になります。こちらの問題なんですけども、まずこの SN 材というものが出てくるんですけども、こちら SN490 などはですね、ス e e r NEW s t r u c t u 建築構造用圧線鋼材と言われるものになります。この SN 材と言われるものはですね、まあ、SS 材と言われて一般構造用圧線鋼材に変わる新しいものという意味で SEER、えー e w s t r u c t u r SN という言葉が、えーまあ、付けられましたということになります。そしてこの SN400A とか SN400B という言葉なんですけども、まずこの SN というものが鋼材の種類、そして490というものは引っ張り強さの数値、最低限保証されている強度ですね。そして B とか A とか C とかいうのは、こちらはですね、溶接のしやすさのことを表しております。なのでこのようなことから、まあ、このような材質で決められているということですね。一応このような SN400A SN から SN400B に変える場合の今回は問題になるんですけども、次の文章に行くと、 部材の断面と荷重条件が同じならば、針のたわみは同一であるという言葉になります。こちらちょっと右側に移動していきたいと思うんですけども、こちら、えー、針の断面、これですね、針の断面と、あとは荷重ですね、荷重、上からかかってくる荷重、これが一緒であれば、SN400A も SN400B も 490B も同じなのかということになります。このように、えー、針の断面と、えー、荷重が一緒でこ、こうたわんできますと、青,青の部分がたわみですね。 こうたわんでくる場合に関してはどうなのかという問題になるんですけどもこちらの星印を見ていただ,ていただければと思います SN400A から SN490 ですねすみません SN490B、ね SN SN ね、SN へ変更する場合一応こちら荷重に耐えられる強度は異なります、まあ、この400と490が違うのでこの引っ張り強さの値が違うので、まあ、荷重に耐えられる強度は異なりますただたわみ等の変形を小さくする効果はないということですね なぜこのようなたわみを変形する効果がないとかと思うと耐えるまでの強度は全然異なるんですけども 400A も 490B も異なるんですがたわんでしまえばもうあとは沈んでいくだけなので一緒という意味になりますなので部材のこの断面であったりえ荷重条件が同じであったとしてもえ針のたわみは同一であるというものはもうたわんでしまえば一緒と思っていただければいいです なので鋼材をですね SN400A であろうが SN490B であろうがやはりはたわんでしまったら同一でありますのでこの1番に関しては正解になります続いて2番トラス構造は部材を三角形に組み合わせた骨組みで比較的細長い、えー、細い部材で大スパンを構成することができるこちらの問題は正解になりますこちらトラス構造というものはですねこのような三角形の部、えー のを組み合わせた骨組みですね。まあ、この説明で言っている通りになります。まあ、このようなピン接合がしてあって、圧力が加わるとえー、縮んだり、または伸びたりするという特徴があります。まあ、こちらがトラス構造の特徴になります。このようなトラス構造に関してはですね。比較的細長い部材でまあ、大きいスパンでえー、まあ、構成することができるというのがいうものがもうこの通りなんですけども特徴になります。一応このようなですね。土木で申し訳ないんですけども、高道路橋というようなこの上の部分ですね。トラス構造になっているところ。橋のまあ、この上の部分。 がトラス構造細長い部材で大スパン構築されていますのでこのようなものにトラスはトラス構造として使われますのでこちらも覚えていただければと思います2番に関しては正解です続いて3番接点の水平移動が拘束されているラーメン構造では柱の座屈長さは設計上接点間の距離に等し,くする等,しくす等しく取ることができるこちらの問題は正解になります こちらまずラーメン構造という言葉が出てくるんですけどもこちらはですね柱と梁を合接合とした構造のことをラーメン構造といいますこちら今合接合という言葉なんですけども接合部分が変形しないようにがっつり接合する変形しないようにがっつりやる方法のことをこのラーメン構造と言われるものになります左側の絵を見ていただければ分かるんですけども柱と梁が変形しないように一体化して接合してあるものこれが合接合と言われるものですね なので水平移動が拘束されるということです。この接点の水平移動が拘束されているラーメン構造、この絵が絵のこの部分がえまあ、拘束されているという形になります。それ以外にもブレス構造などがあるんですけども、まあ、途中でブレスが入ってこのように合接合になっていないものもあるという形になります。まあ、このような今回水平移動が拘束されているラーメン構造では、え柱の座口長さは設計上、接点間の距離に等しく取ることができると。 いうことなんですけどもこの柱のザクツ長さこちらをご覧いただきたいと思うんですけども柱のザクツ長さというものはこのような曲がった長さのことですね構造物にたわみを起こす長さのことをザクツがさと言います今回の問題に関してはこの接点間距離ここですねここの接点間距離とあとはザクツ長さこのザクツ長さこちらこの2つを設計する際に一緒の長さにすることができるかということになります なのでこの接点間距離とザつな長さを一緒にすることができるかという問題なんですがこちらはちょっと暗記になってしまうんですけども下のこの黒いボックスに入っているものを見ていただければと思いますこの、えー、こちら公式になるんですけども水平移動が拘束されているものの、えー、両端固定針そして一端一端ピンそして多端固定そして両端、えー、両端ピンというものがあるんですけどもこちらが、えー、部材の長さが L ですそして0.5というものはザつな長さになりますそしてこの、えー まあこ,れこの2つの絵を覚えていただければいいんですけどもこれが、まあ、両端が固定されている場合は0.5なんですが、えー、一端ピンになると0.7そして両端ピンになると L 一緒の長さこの部材と一緒の長さになるということになりますこちらの問題もちょっと、えー、問題の出され方が非常に厄介な問題なちょっと語彙が微妙な問題になるんですけども、まあ、結果的に言うと合っていてそれはなぜ合っているのかというと両端ピンの場合挫折長さここの挫折長さが 設計上接点間距離と一緒にすることができるとという形にになりますす接点間距離一緒るることができるのがこの両端ピンの場合できるので、まあ、一応接点間の距離に等しく取ることができるというものはこの両端ピンの場合はできることになるのでこの3番に関しては正解という形になります続いて4番構造体力上主要な部分である圧縮剤については細長比の加減値が定められているこちらの問題は不正解になります 結果から言うと上限値がこちら定められております。建築基準法施行例で定められておりますので、覚えていただければと思います。ではまず細かく説明していきたいと思うんですけども、細長比に関してはですね、細長比という言葉が出てくるんですが、こちらはですね、材料が細くて長いか、そして太くて短いかなどを表すと、このように細くて長いか、それか太くて短いかなどを表す数値をこの細長比と言います。 一応、細長比というものがですね、大きいほど細くて長い、まあ、弱くなっちゃうと思っていただければいいです。一応、こちらの公式としては、ラムダイコールイオタ分の LB、ザクツ長さ分、まあ一応、このイオタというものは断面半径、断面2次半径、そしてこの LB というのはザクツ長さという形になります。こちらでこの細長比の数値が求め,られてる求められているという形になります。そしてもう少し細かく説明していくと、少しですね、あの、 問題からそれちゃうんですが、この構造体力上主要な部分である圧縮剤というものは、まあ、圧縮力を負担する部材のことだと思っていただければいいです。こちら一応針の断面図を書かせていただきました。針の断面図でこのような上に曲げモーメントがかかる場合なんですけども圧縮とそして引っ張りがかかります。これがですね圧縮と引っ張りが2つかかったモーメント、2次のモーメントのことを断面2次モーメントと言います。このような針の断面に2次元2つがかかっているモーメント荷重、曲げの荷重のことを断面2次モーメントと言います。 この断面二次モーメントに関しては、曲げモーメントがどれぐらい、曲げモーメントの力にどれぐらい針が耐えれるのかという値になります。この断面二次モーメントの半径、さらに半径にしたバージョンが断面二次半径というものになります。この断面二次半径というものは、ザクスの起きにくい値なので、まあ、耐えれる力だと思っていただければいいです。この、えー、耐えれる力、断面二次半径がこの分母のところでできていますので、ここが小さければ小さいほど、まあえー、なんて言うんですかね。 えー、ちょっと雑草長さが細くなって、まあ、数値が大きくなって,弱くな,ってしやす弱くなりやすいという形になります。なのでこの断面二次半径というものは、まあ、このような意味でここに用いられる。だからこそ、えー、数値が大きいほど細くて長いと、えー、弱くなってしまうという意味になります。なのでこの細長比の上限値、えー、どれぐらいまで細くて大きいのかというものを定めなければいけないという形になります。なので、えー、細すぎるとダメなので、えー 建築基準法施行令第65条で定められていると有効細長比柱の部分に関しては200以下柱以外に関しては250以下というこのようなことが定められておりますなので今回の問題に関しては細長比の加減が定められていると書いてあるんですけどもこちら上限200以下と250以下というものが定められておりますのでこの4番に関しては不正解になります以上のことから今回は4番が答えとなります